はい、どうも皆さん、こんにちは。マイスクリーム講師のデスノニー様本でございます。ちょっとね、髪の毛が結構プリンになっちゃってて、ちょっとこの辺やばいんですよ。結構根元黒くなっちゃってて、お見苦しくて申し訳ないんですけども。まあでもさ、このさ、プリンっていうぐらいじゃん。プリンっていうってことは、この黒い部分っていうのは、まあカラメルに相当するわけじゃん。プリン。リアルプリンでいうとこのさ。でさ、カラメルってさ、普通さ、ね、たっぷりかかってる方が多分嬉しいと思うんですよ。ね、だからまあ、そういうことですよ。はい、というわけで今日はですね、今年入ってまだリアクション動画撮ってねえと思って、リアクション動画撮っていきたいと思います。で、今日ご紹介するのが、去年末かな？人気スクリーマーランキングトップ10っていうね、動画を出させていただいて、その中で、超濃いメンツだったじゃないですか。まあ、10人。当然なら10人、いっぱいいる中での10人なんで、当然なんですけど、めっちゃ濃いメンツの中で見事第5位に輝いたヒステリックパニックっていうバンドのトモさんに関して今日ご紹介させていただきたいなと思っておりまして、彼もですね、もう、ものすげえボーカルスキルを持ってるんで、動画にさせていただこうと思います。もう今日もですね、ほんとこの、目ん玉がこのなんか漫画みたいにこうベって飛び出ちゃうんじゃねえかっていうぐらいの、ボーカルスキルがたくさん出てまいりますんで、ぜひ最後までチェックよろしくお願いします。こんな感じで、このチャンネルでは日々音楽関係のお話ですとか、歌ってみたの動画だったりとか、歌関係の動画だったりとか、いろいろ上げておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひよろしくお願いします。というわけで行ってみましょう。はい、まずですね、まあヒスパニというバンドはどんなバンドなのかっていうのを、まあウィキペディアになってしまうんですけれども、まあ軽くバイオというかこの辺に、バチッと貼り付けておきます。ね、めちゃくちゃね、ポップな曲調が特徴でして、もうなんかね、ハイトーンボーカルが入ってきたりとか、ラップが入ってきたりとか、デスボイスが入ってきたりとか、もうとにかくいろいろなことが同時に起こるみたいな感じで。エレクトリカルパレードみたいなバンドなんですよ。ピカピカピカみたいな。そんな感じのバンドさんなんですね。で、そんな曲調の中に、まがまがしすぎる、トモさんの悪魔みたいなデスボイスが入ってくるっていうね。そんなトモさんがですね、ご自身の YouTube チャンネルで、シャウトカバーの、代名詞的存在、スーサイドサイレンスのアンアンサードっていう曲があるんですけど、そのカバー動画をね、上げてらっしゃるんですよね。それがこの動画なんですけれども、もうこの中にね、もう、トモさんの持ち味が、つまりに詰まってるから、まあもちろんね、これだけじゃ語れない部分っていうのもあると思うんですけれども、結構ね、てんこ盛りで、盛り込まれておりますので、もう普段はさ、ポップな中に、スパイスとして入ってるデスボイスなんだけども、これはもう、トモさんの、のみやからさ、もう、闇のデュエルなわけよ。もう、やめて！ランド抑止流の特殊能力で、ギルフォード・ザ・レートニングを焼き払われたら、闇のゲームでモンスターと繋がってる城之内の精神まで燃え尽きちゃうみたいになっちゃうから。次回、城之内シスってなっちゃうから。もう、そうならないように、ぜひ気をつけていただければと思います。いや、楽しみですね。聞いていきましょう。ギャー。映像がいいね。止めんのが早いっつって。この、いいよ。もう闇のゲーム始まってる感あるよ。いいです。いいです。これですよ。こういきなりかましてくるんですよ。もう最初の部分に関してはもうかなりソリッドな、無駄がそぎにそぎ落とされたこの耳をつんだくようなハイが来ますよね。キャー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 こう上のキャーっていうのが来てからドゥンって、ゴクゴクみたいな感じで、ローが来るみたいな感じでさ。で、この辺の歌い回しに関しては、このカバーの一番ド頭っていうのもあって、原曲をかなりね、リスペクトしてるのが伝わってきましたね。このアンサーと原曲はミッチっていうね、カリスマ的なボーカルがいたんですよ。その人の、かなりリスペクトを感じられるような、歌い回しをされてる、あとは声質ですよね。作ってらっしゃるなって思いました。次行きましょう。こういうね、アクションっていうか、最後のニュアンスみたいなのは、デスコア系のアーティストの人は結構使うんですよ。最後こう、パッて逃がすみたいな。これやるとね、結構カッコついたりとか、単調な曲とかだったらアクセントになるので、結構おすすめです。皆さんも試してほしいんですけれども。これ前半結構エグいことしました。もちろん後半もエグいですけど、前半ね、やってたところで言うと、っていう歌詞なんですけど、母音として愛に近い部分の発音が入ってきた時に、そこの部分をちょっとピッグスクイールっぽくしてニュアンス変えてるっていう、ちょっと細かい技術をね、使ってますね。
んな感じでピッグスクイル系の発音っていうのは E によることがねやっぱり多いので、基本的にはまあこの該当部の歌詞っていうのは E っていう母音が結構こうなんだろうな、面白い位置に配置されてるので、こうピックしてニュアンスを変えているというところだと思うんですよね。素晴らしいですね。またなんかドスの効いたすげえ声出てきましたね。なんかねハイまではいかないけどミッドハイぐらいのドスの効いたなんか斧持って追っかけてそうな声出てきたね。凶悪なうらーっつって、でしかもなんかこの辺、まあ、いわゆるトンネルスロットってやつをちょいちょい使ってそうなサウンドがしますね。まあ、トンネルスロットってねなかなか聞いたことない方っていうのも多いかと思うんですけれども、まあ、やっぱ基本的にはガテラルとかグロルとかピグスクールとかと変わんないで、ここの音色っていうよりはまあその航空の操作とかによって音の倍音をいじくり回して変な音にしましょうっていうそういうテクニックなんですけど、まあこういう音色がすることが多いですね。ハイでやるんだったらこんな感じ。そう、このテクニックをトモさんは結構この動画内では結構ね使ってらっしゃる感じがしますね。もしかしたらお気に入りの技の一つなのかもしれないですね。さあ次行きましょう。これやばいな。なんか煮えてるんだけど、なんかグザグザつってなんかここまでのさ展開ってさ、もちろん汚いサウンドとかもありますけど、綺麗な汚い音なんですよ。すっごい綺麗な感じなんだけど凶悪みたいな。でもこれに関してはもう、あ汚いけど綺麗ですねとかじゃなくても、あ汚いですねっていうもう粒もでかいしさ、なんか煮えたぎるサウンドって感じしますよね。でもう一回こう聞いてみましょうか。これ謎すぎる。森林とか伐採してんのかなこれってこれ多分ね声とかじゃないですね。声なんですよ、もちろん声です。僕よく言いますけど絶対声乗ってるんですよ。声帯が使ってるわけだよね。声は絶対乗ってるわけです。なんですけど極限までもう歌声帯の寄せのみにしてます、ね、これはもうさすがにここまで来るともうピッチができるだけ乗ってないですみたいな状態で作りに行ってるんだと思います。相当修行しないと無理ですこれ人外って感じマジで。いやすごいな。楽しそう。ここはねトンネルですね。こういうサウンドでこの邪悪な感じを出してる感じ。やっぱねトモさんラップとかやってらっしゃるじゃないですか。めっちゃ早口の、そういうのもあって多分口がめっちゃ器用なんだと思うんですよ。滑舌がすごくいいっていうのもあってベロがもう機敏に多分動くんですよ。だからこういう航空の操作も多分お得意でいらっしゃるんでしょうね。一石二鳥ですね。素晴らしいですね。違う、待って、お、素性だよね、ここ養豚場かと思ったんだけどマジで。ヒステリックパニックのボーカルの方って人間の方ですよね確認なんですけれども、いや人間ですよね。ちょっともう一回聞きましょう。これおかしいなことが起きてるぞこれ。豚さん5匹ぐらい出てきてないこれ最後の方このなんか下水道コーティングされた
手足でこう豚さんが駆け巡って最後終わりましたけど、どうなってんのこれ。いやーすごかったわ。はい、というわけで、人間技じゃないです。本当に。これ人間技じゃない。多分、なんか1年ぐらい地獄とかに行って多分修行したんだと思います。父さん。多分鬼とかがいるとこで、スペースで、なんか、でっかい鍋で、わけわかんねえ動物の骨とかをこう煮込むみたいな。多分そういう修行をしてたんだと思う。じゃないとこんな声出ないでしょ。っていうのは冗談で、まあさっきも申し上げたんですけれども、航空のコントロールが本当に異常なんですよ。パッ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 ってこういろんな声に切り替わってる感じがするっていうのは、もちろん喉のね、コントロールも絶妙に変わっていますし、もしくはあるいはね、もっと思い切り変わってったりもするんですけど、基本的にはその航空と喉のこの相乗効果でいろんな声が出せる。ように聞こえるわけなんですよね。で、とにかくその引き出しがトモさんの場合多いから、ほんとにとにかくその豊富だし、一個一個がえぐいです。キュッて歪ませるだけ、一辺倒ってわけでもないんですよ。ちょいちょい、ちょっと逆に歪みを緩和させることによって、その、倍音感とか抜け感を目立たせたりとかっていうのも、その緊張と緩和っていうか、そういうところまで、コントロールは相当効かせてやってる印象がありますね。音のジャンルとしてはすごくこうなんか、いわゆる汚いとか、邪悪みたいな感じで表現されることが、多い声が多かったなという印象がありますし、トモさん自身も多分そういうのを目指してるっていうか方向性ではやってるんだと思うんですよ。いろんなサウンドが出せる中で方向性はそっちに寄せてるんだと思うんですが、さっきも言ったんですけど、音のその均一性とかだけで言ったらめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もうめっちゃ整ってる。イケメン。イケひずみなんですよ。めっちゃ整ってるから本当に聞ける汚さみたいなものっていうのはやっぱあると思うんですよね。それを作り出してるのがその汚い中にあるその芯というかコアにあるその美しさ、歪みの美しさとかコントロール力だと思うんですよね。本当に素晴らしいと思います。いや今日の動画も素晴らしかったですね。衝撃だったんじゃないですか。結構さすがトップ5入り。こんな感じの動画良かったよという方はぜひグッドボタン、あとチャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。あとこの動画リアクションしてほしいです。このアーティストさんどうですかとか、リクエスト等々ございましたらコメント欄によろしくお願いします。そんな感じでマホンがお送りいたしました。じゃあバイバイ。